すごいです。金太郎も眠たい。そんなこと言うとらんと一緒に歌歌いに来たやろ。もう舞台の上よ。すごいたくさんの人やな。何を言うてんのお父ちゃん、自分で言うてて。まあということで、腹話術は私がこの人形の声を出しています。違うよお父ちゃん、僕がお父ちゃんの声を出してるやで。そんなことないわ。違うよ僕やで。そんなことない、僕や。おお、ほんなのお父ちゃん、自分一人でな喋ってんよ。喋るか。ほんなや喋るよ。1、2、3。喋られへんやろ。喋っていいよ。何変な顔してんだ、選挙落ちるで。喋らしたのか。チョコレート買ってくれる。バレンタインの残りあかんで、ね、ほんなら分かった。喋らしたら1、2、3。喋らして、あー喋られた喋られた、ありがとう。ほんなら父ちゃん歌おう、歌おうか。歌おうか。じゃあ歌はどんな歌？荻尾竹。あれ難しいで。大丈夫大丈夫、大阪の人にな東北弁分からへんからな。大丈夫大丈夫。ほんなら歌おうか。お客さん、ミュージックスタートの中に入ってな、もう静かに寝とき。いやいやいや、そんなお父ちゃんがもっと歌う、お父ちゃんさん歌っちゃしいな。やったんだ、もうな、カバンの中入っとき。いや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 、そんな、いや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 、そんなお父ちゃんが入るの、いや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 、そんなこと、いやいや、あ、痛いね、お父ちゃん足痛い、足が。あ、ごめんな、ごめんごめん。偉そうに言ってんだ。ありがとうございました。会の方から花束が出ております。どうもありがとうございます。ますますこれから先生頑張ってください。拍手をお願いいたします。ちょっと金太郎の声がさっきが低かったので出にくかったですけど、今度はキーの高さ調整します。ありがとうございました、はい。